アイテム番号 SCP-500JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-500JP はまだ収容に至っていません。SCP-500JP に関する財団の主な業務は、現在、SCP-500JP の捜索と調査、そして SCP-500JP の収容を実現する方法の検討と施行となっています。このページの内容も、状況に応じて随時更新されます。説明 SCP-500JP はハイトンネルで、その特性が起動するためには次の条件が必要です。条件1、トンネル内部、少なくとも中心部が外から見えないこと。十分な光源があれば外側から反対の口までを見通せるような短いトンネルが SCP-500JP だった場合、日中は何ら特性を持ちませんが、夜間には SCP-500JP として使用可能になる場合があります。条件2、トンネル内部を観測していないこと。音響による観測の装置も SCP-500JP の特性を阻害する要因になります。上記の条件がまさしく満たされていた場合、以下のように SCP-500JP を使用して物体を複製することができます。物体 A をトンネルに入れて通過させます。物体 A が外に出た後、知覚能力を持つ人物 B が逆方向に、物体 A の出てきた口から、トンネルへ侵入します。人物 B がトンネルの中心あたりまで進むと、その前方から進行してくる物体 A が現れます。この時点で物体 A は2つになります。この時、物体 A が知覚能力を持つ場合は人物 B を兼ねることができます。一人の人間がトンネルを走り抜け、外に出てから引き返してトンネル内を逆走すると、最初の方向で走っている時の自分自身とすれ違います。この、一人の人間、を複数の人間が乗車したバス等に置き換えても、同じ結果となります。SCP-500JP は不定期に無力化します。戦術の条件を満たしても特性が機能しなくなります。そして不定の潜伏期間を経て、日本国内にある別のハイトンネルが SCP-500JP となります。これまでの傾向から、この特性の移動は、財団による SCP-500JP の捕捉が感知されたことで行われているのではないかとの仮説が立てられています。財団が次の SCP-500JP を捕捉するまでの間に一般人が SCP-500JP に複製される事故が発生した場合は、SCP-500JP に関する副プロトコルとして、該当の人物を1名だけ生存させるようにする処置が行われます。これまでに財団が SCP-500JP へ潜入して秘密裏に行った複製の実験は、すべて成功しています。SCP オブジェクトを対象とした実験も行われ、実験に用いられたオブジェクトの特性は、いずれも 100% 複製されました。過去の実験結果により、収容の地のアイテム番号 SCP-500JP の割り当てがすでに決定しています。ホイ501SCP-500JP の調査地遊に、SCP-500JP を往復して自身を複製するトラックが確認されています。SCP-500JP を離れてからのトラック群を追跡するこれまでの試みは、すべて運転手の自殺によって失敗しています。自殺した運転手湯の身元は不明ですが、自殺の肝トラックの運転手として現れることから、SCP-500JP で複製された人員と見られています。複製されたトラックの積みには一般的に有用なものから用途が明確でないものまで様々ですが、特筆すべき積み荷として、財団が収容したはずの SCP オブジェクトが発見されています。このことから、すべての持ち運び可能な SCP オブジェクトについて収容違反、複製の流通、の再調査が検討されています。